まず次メイク道具、メイク道具です。同じパック使ってる？ブルルンパック。新潟、そう、初上陸なんです私やったね。あと下地ね。初上陸。なのでしっかり準備していきます。お土産買いたいな。新潟のお土産といったら何ですか？ヘブンさん、オンプーありがとうございます。髪色変えてないです。コグさん、ビギナーありがとうございます。前髪が長くなってっちゃって、コシヒカリ、笹団子、柿の種、笹団子が有名な。え、なんか新しい、え、待って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 、タワー当たってる、待ってで、ヘイブンさん、キュンキュン、チビチビ、チピチビさん、キュンキュン、リノさん、ワンちゃん、ユキハさん、ワンちゃん、サオリンさん、ワンちゃん、ありがとうございます。そしてヒロシさん、お花タワーありがとうございます。ヒロシさん、ヒロシさん、ヒロシさん、ヒロシさんがお花のタワー、お花バルーン、ヒロシさん、ありがお花バルーン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 、ありがとうございます。ありがお花バルーン、ヒロシさんど真ん中です、ありがとうございます。ニコちゃんの風船も可愛い、トラシさん、ニコちゃん風船、ヘブンさん、ワンちゃん、ありがとうございます。トシーさん、ニコちゃんバルーン、ありがとうございます。こんばんは。バルーンといえばショコ、なんでこれリップ、もう勝ち組です私は。やったね、ヘイブンさん、ハートバルーンありがとうございます。アリスちゃん、ワンちゃん、ゴマセイさん、ニコちゃんバルーンありがとうございます。私のすっぴんはバブイみたいですね。マサさん、クマママママママ、ありがとう、クマちゃんありがとうございます。明日の髪型ね、決まってないんです。最近全然ショコちゃんのショールーム行けてないなって思ったら、ちょうど通知来た、ありがとうございます。マサさん来てくれて明日新潟入りを見つけてね、見つける。ヘブンさん、間違えた、ニコちゃんバルーンありがとうございます。バルーンタワー2本分なの？そうなんだ、ありがとうございます。ありがとうバルーン、ありがとうございます。2本分、お魚さん、ワンちゃん、ありがとうございます。え、周りにエフェクト出てた、待って、出なかったよ。チケさん、ワンちゃん、ありがとうございます。そして楽しみです、初新潟。ケンケンパさん、ニコちゃんバルーン、ミヤさん、ワンちゃん、ありがとうございます。え、エフェクトの写真とスクショ撮ってる方いたらツイッターに載せてください、後でよろしくお願いします新潟グルメ調べてないんです、教えてくださいより坊さん、キュンキュン、ありがとうございます。新潟グルメは何だろう、お米と白米三杯うーまぜ、パリパリパリ、カズリンチョさん、キュンキュン、ありがとうございます。え、はらこ飯こっちでも有名なの？ヘブンさん、かわいい、トシンさん、かわいい、ありがとうございます。コラブちゃんとお揃いの食べたいので、ケータリングの写真載せてください。ケータリングの写真はね、結構ストーリーに載せてるかも私。トシンさん、かわいい、ありがとうございます。やわはだネギ、ネギ、ネギが有名なんですか。ジュンさん、ニコちゃん、ありがとうございます。ラワタさん、バルーン、間違えた、ワンちゃん、ありがとうございます。有名なラーメン屋さんがあるの、
すごい犬のさ、ワンちゃんのバルーンもさ、いろんな色ある、ね、3色あるんですね。ありがとうございます。芋もち好きですよ。お魚さん、ワンちゃん、みやさん、ワンちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。ケータリングで食べて、あの、何があるんだろう、ケータリング、お米あんのかな。ケータリングとノアとは違う、あの、なんかお土産が買えたら買いたいなって思ってるけど、お土産買うほど時間があるかがわからないですね。バスセンターのカレー食べたい。なんか前からね、言ってたりして言ってたりしたから気になる。レオちゃん、ニコちゃん、ありがとうございます。私はもうね、ケータリングに期待してる。だって神奈川であったから、新潟は初めて上陸だし、置いてくださっていることと思います。きっとそう願ってます。私はヒロさん、ニコちゃん、ありがとうございます。楽しみ。なんかでも明日がまだツアーって感じがしなくて、なんか結構前乗りとかが多かったから、そう、ちょっとなんかまだ明日新潟って気持ちまだしないんですけど、きっと明日起きて新幹線で向かってる時にそう思うんだろうなって思ってる。楽しみ。ヘイブンさん、尊い、ありがとうございます。しかも1公演だからね、全力で楽しみます。絶対に。まだでも髪型が決まってないの。髪型どうしようかしら。クミさん、ニコちゃん、ありがとうございます。未来はいつも思ったよりも眩しくて、風景が不意に滲んでくる、夢が叶うと。ジュウさん、あんちゃん、ベレー帽をかぶりたいです。公演なのか、いつも2倍楽しみます。ありがとうございます。トラシさん、ワンちゃん、ありがとうございます。どうしようかしら。あら、ライブ前日にして腰を痛めました。大丈夫ですか。でもスタンディングみんなするからさ、見えなくなっちゃうよね。 V とかの時には休んでくださいね。どうしようかしら。すごい、宮広さん、1100回目訪問、ありがとうございます。1100回目、ありがとうございます。いっぱい見に来てくださってありがとうございます。ねえ、髪型どうしよう。お米ヘアってどんなヘアですか。どうしよう、どうしようかしら。なんかさ、ベレー帽かぶるとさ、なんかクマちゃんは初めてやったんだけどさ、おろし系かツイン系かしかないんだよね。どうしようかな。まあちょっと考えます。って昨日も言った気がする。って昨日言った気もするけど、そう、さあちゃんがベレー帽かぶりたいって言ってた。ベレー帽かぶりたいっていうメンバー意外と多いんだよね。そう、サナツもかぶりたいって言ってたし、キアラもかぶりたいって言ってた。この前ナータンがでも2公演あるところでは、まあ、絶対1回はかぶりたいなって感じですね。ヘブンさん、ニコちゃん、ありがとうございます。
おろしの三つ編みって何ですか。おろしの三つ編みってなんだ。まあちょっと考えますね。一旦考える。よいしょ。ちょっと考えときます。日本酒が美味しいんですか。私でも飲めるぐらいの日本酒がの美味しさですか。日本酒が好きな人が飲むから美味しいんですかね。うん、キララさんキュンキュンありがとうございます。フルーティーなんだ。でもそんな飲むときなさそうだけどね。ワフさんワンちゃんキララさんキュンキュンありがとうございます。新潟飲みやすいんだ。なんていうやつですか新潟の日本酒。キララさんキュンキュンキュンありがとうございます。一応聞いとく。お土産に買うのもありなの。そうなの。どのぐらいの大きさなの。キララさん欲しいありがとうございます。そばさんです。ありがとうございます。なんてお酒なんだろう。全般的にってこと。キララさんキュンキュンキュンありがとうございます。もうすぐ寝ようと思ってたのに寝れない。ショールーム始めたから。小さめサイズとかあれば。そう確かに。家族は喜んでくれそう。何えつのなんて読むの。完売。わかんない。久保田が有名。腰の販売。腰の販売とかが有名なの。腰の販売。へえ。そうなんだ。全然わかんない。これはこれでさ何種類かあるんだ。青いのとかもある。私が好きかは分かりません。あきららさんキュンキュンありがとうございます。パジャマかわいい。やったー。一番飲みやすいのちょっと飲んでみたさはあるけどね。うん、やっと大阪公演の写真整理がつきました。ありがとうございます。八海さんも有名。前って聞くと飲んでみたく。わかる。それはわかるよ。みなさん花束ありがとうございます。パクられたって意味わかる。パクられたは盗まれたみたいな。もう取られたみたいな。うん。宮広さんバルーン可愛いのいっぱいだね。なんでバルーンなのこの季節。宮広さんバルーンありがとうございます。ありがとうバルーン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 ありがとうございます。宮広さん宮広さんバルーンありがとうございます。可愛いね。ピエロみたいな感じ。ありがとうございます。白渡さんニコちゃんありがとうございます。キララさんキュンキュンキュンありがとうございます。私今何の話してたっけ。八海さんを調べようと思ったのだっけ。忘れちゃった。何やったか。八海さんスキー場って出てくる。何が違うのかわかんない。何が違うかわかんないよ。わからないね。わかりません。海さんは飲みやすい。なんでみんなそんなに知ってるの。
どっちが飲みやすいんですか。どっちなら私でも飲めそうですか。ちょっとでも。瀬尾田さんキュンキュンありがとうございます。245かな、ありがとうございます。ショコありがとうございます。あかりちゃん初見こんばんは、ありがとうございます。あんまり甘いからいつかわからないんだよね。私にでもわかるんかね。だってほろ酔いでも苦いって言った人だよ。ジュースと飲んだから。キララさんキュンキュンキュンありがとうございます。うん、ポールさんちょうどさお花バルーンのさ前に立ってた。でポールさん、ポールさんがバルーンタワー、うわむずいね日本語が。バルーンでできたタワーですね。タワーありがたわー、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 タワー。ポールさんありがとうございます。真ん中でーす。ありがとうございます、ポールさん。ありがとうわありがとうございます。いっぱい、なんか新しいね、タワーが。いっぱいです。ありがとうございます。なんでさ、バルーンなんですかね、今季は。大阪ライブ、関西弁よかったよってありがとうございます。めっちゃ嬉しいねん。行こなー。でなー。ほなねーって感じ。おうちさん、ニコちゃん、ありがとうございます。ゆうたまんさん、ニコちゃん、ありがとうございます。春って風船？いやー、わからないな。なんか、なんで？宮城県に、しょうこって。しょうこっていう日本酒ある。そうなんだ。もう遅かったね、ちょっと一歩。チピチピさん、ニコちゃん、レグルスさん、ワンちゃん、アキララさん、キュンキュンありがとうございます。ヘブンさん、ラブレターありがとうございます。リカちゃん、ワンちゃん、アキララさん、ハート戦、キュンキュンありがとうございます。ハートありがとうございます。宮城行きたいです、またの緑茶さん、流れ星ありがとうございます。宮城はね、あのね、タンを買ったよ。冷凍のタン買った。あ、これ見せたっけ。あとね、これ仙台、あ、これ見せたっけ、仙台。あとこれがね、大阪だったかな、大阪、これ大阪なんかね、余ってたからいただきました。貝とか美味しそう。おいしょ。マサさん、キンキンありがとうございます。スメイクというかリップしか塗ってないですね。お土産溜まってく、本当になんかツアーのスパンがあの早いので、食べきる前に次に行っちゃいますね。それもよりちゃんに、あ、よりちゃんはね、あのもう大量にね、タワーになってたよ。全種類もらってたんかね。なんか2、3個ずつしかないのに全種類もらってたよ。自分でタワーにしてたよ。ヘグルさん、ワンちゃんありがとうございます。5個ぐらいかな、 6種類で2、3個ずつあったんかね。そう、それを1種類ずつ積み上げてた、自分の楽屋で。ちゃんの部屋全国の物産展になってるよ。あとは、あとはね、これをいただいたかな。大阪は差し入れね、差し入れじゃない、ケータリングで面白い恋人、これはなんか前に大阪行った時に、やばい、もうボロボロ、お好み焼きせんべいとたこ焼きスプリングスをいただきました。
サさんキュンキュンありがとうございます。なんか面白い恋人って気づかなくて、最初なんかこう楽屋の前通って入った時にね、楽屋の前通ってあ白い恋人あんじゃんってなって、大阪でケータリング余っちゃって置いてんのかなって思ってた。そしてで取りに行ったら面白い恋人だった。結構ケータリング系は余る。あのねアイスとかもね大量にあったのにみんな食べるタイミングがなくて、はいもう帰るよって感じだったから食べるタイミングなくて食べれなかったよね。そんないっぱいあったのに本当に余ってたとしても出すタイミング、まあそうだねマジってなったけど、見に行ったら違った翔子ちゃんスキー場は行ったことあります。あーでも栃木のスキー場かなにあります。スノボをしました一回だけ。ひでちゃん流れ星ありがとうございます。マサさんキュンキュン仕事終わったお疲れ様です。ひでちゃん私はこの後スタッフでいただきました。多分そうだと思う。だってさ帰る時とかはさセットをさ解体してくださってる方がいてさ、こんなにもたくさんの方が動いてくださってるんだなって思った。そうだからその方々がきっとねスタッフで美味しくいただきましたになってると思うひでちゃんおんぷありがとうございます。今回赤い恋人それは何、その白い恋人みたいな感じの系列で明太子味みたいなそういう感じ。今日やっとお話し会初日申し込んだ、あーありがとうございます。ケットさん、ナミさん、ペンライト、ヘブンさん、花束ありがとうございますのバイトしたことあるけどすっごい人数、うん、なんか解体とかねそれを作ってくださってんだなって手作業ですごいなと思ってありがたいですね。ありがたや外恋人こんにゃく、えそうなんだ。面白い恋人ってさだって白い恋人にかけてるじゃん、だからそれの系列かと思った。ひでちゃんキュンキュン、マサさんキュンキュンありがとうございます。11枚目お話も会で会えるの楽しみにしてるよ。ありがとうございます。私も楽しみにしてます。今日ずっとお家で5月1日の分と5月3日の分のサインを書いてました次はどんなニコちゃんにしようかしらっつってお楽しみにうん、前回初めて当選しました。5月7日よろしくお願いします内職してましたそう今回も上出来だと思います。分かんないけど、みのさんラブレターありがとうございます。ピエンはない、なんかみんななんか楽しい系のやつだと思うちゃんとあと5月7日があるからどうしようかしらって感じね。5月3日見れないかもしれない。そしたら届いたらどんなニコちゃんなのかお楽しみにだね。意外とピエンも人気なの？ピエン欲しいですか？なんで泣いてんだろうって、なんか笑ってるのが良かったってなんない？人によってランダムだからさ。ヘブンさんワンちゃんありがとうございますうん、2回目サイン会は1日です。5月1日ぺちゃんキュンキュン流れ星ありがとうございます。じゃあピエン書いてみようかな。5月7日締め切ってから言っちゃうやつね。5月7日ピエン、ピエンって難しそう。ピエンってどう書くんだろう。
こんなピアンこれでいい？わかんないひろちゃん流れ星ありがとうございます。笑ってるピアン。最近さ涙溜めてさこういうピアンあるじゃん。どう？いい感じ？のみさんだるまーヘブンさんかわいいありがとうございます。5月1日、そう2回目は5月1日、次は5月1日です。とてもいい日を覚えてありがとうございます。その髪欲しい。この髪は裏はこれ、裏はこれデザインで、表はあのイコタイムの MC で台本に書いてなかったから来週休みキアラミリニャって書いてある。マサさんペンライトありがとうございます。ああ追加お話し会サイン会ありがとうございます。話し会で早く喋りたい、いっぱい喋りましょう。じゃないタイプ、あ、裏表使おうと思ってこれをね裏に書いちゃったから表に違うこと書いてるこれ使い切ったら捨てるです。偉いの？わかんないけど、なんかもったいない。あのねこれね、あのなんかの裏紙だったらいいんだけど、そうさビリビリってやるやつだったからちょっともったいないなと思って、キャラもののやつ使ってたから、だからね、チラシの裏が白紙だったら使う時もあるけど、あのこれはメモ帳だったからもったいないなと思って。誕生日の次の日お話し会取れたよ、ありがとうございます。来てくださって追加してくださった方いっぱいで嬉しいです。みーちゃんありがとうございます。チョコにまた会いたいな、ぜひぜひ会いましょう、会いに来てください手にメモしたり学生の時はしてた時ある。うん、使い切ったらもらいたい人たくさんいる。本当にいらんくね手にメモは最近はしないか。あのマラソンの時のタイムぐらいラップタイム書いてた。ひでちゃんペンライトありがとうございます。あ、そう東京マラソンの時手にメモ書いてた。そう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 、次のツアー参加名古屋やから、それまでチョコ、もうすぐじゃないですか、楽しみな。肌白くなった、本当に嬉しい。それは日焼けが落ちてきたのかもしれない。ひでちゃん元気ありがとうございますそうね、ショッピングの明細書の裏をメモにして、わかんない、明細書、あ、中に一緒に入ってくるやつか姉ちゃん元気ありがとうございます。すごいインスタグラム、誰々さんがいいねしましたってめっちゃ通知くる、ありがとうございます私がフォローしてる方、去年の写真見るとたまに焼けたんだなって思う。そうだね、めっちゃ焼けてるますキムプチさん結局ありがとうございます。あ、そうだ、これのトップイエルネオとよいしょビッグワンガール
これのアンケートぜひ出していただけると嬉しいです。ヘブンさんタコありがとうございます。もうじき多分4月30日あ、こっちは6月1日締め切りだ。まだ時間もある。こっちがここだっけ、4月30日までだから、こっちのビッグワンガールの方は4月30日までなので、よかったらもうすぐ締め切りなので応募してもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。ではもうすぐ締め切りです。ぜひハガキチェキも当たるので、よかったらよろしくお願いします。よろしく。久々にボールペンで字書いたから緊張した。わかるか、漢字わかんなくなっちゃうんだよね私。どういう字だっけって。ビッグワンガールおじさんが買っても大丈夫だと思う。あのアイドルさんがいっぱい出てるので全然、まあ、最悪ネットでも買えますので、なんか書店で買うの気まずいなっていう方だったらぜひあのネットでキワ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 ね、写ってるページ数でいうと1,2,3,4,5 ページ写ってます全員含めてね、3人の写真とかも含めて5ページ写ってます。でもあのインタビューとかもいっぱいあるので、ちょっと買ってきます。ぜひぜひぜひ見てください。デルファイさん、キュンキュンキュン、オーチさん、ゴーゴー、マサさん、花束ありがとうございます。デルファイさん、キュンキュンありがとうございます。2冊とも書店で店頭で買いました。ありがとうございます。ネットで買った方もいらっしゃる。デルファイさん、キュンキュンキュンありがとうございます。こっちも6月1日までなんですけど、まあ忘れちゃったみたいな方もいると思うので早めに。こっちもね、こっちは一人で特集していただいてるんですけど、こっちは結構マラソン系の話とか BPM について話したりとかしてます。こっちは 1,2,3,4 ページ初歩ページがありますです。チピチピさん、だるまー、ひでちゃん、流れ星ありがとうございますです。ぜひぜひどっちもゲットしてもらえたら嬉しいです読んだよ、よかったって嬉しい、ありがとうございます。ひでちゃん、流れ星、まささん、花束ありがとうございます。またね、雑誌出れるように頑張りたいと思いますし、皆さんのアンケートでまた呼んでいただけるかもしれないので、ぜひあのね、買ったよって方は送っていただけたら嬉しいなと思います。ちょっとね、ハガキがこっちのビッグワンガールの方はハガキを自分で用意しなきゃいけないんですけど、そう、よかったらちょっと面倒いかもしれないんですけど、チェキも当たるので、あのよかったらあのゲットしてくれたら、ゲットして送ってもらえたら嬉しいです。ゆうちゃん、流れ星、チェケさん、ニコちゃん、ありがとうございます。ゆめみさん、久しぶりに来れた、こんばんは、ありがとうございます。こっちはハガキはついてるんですけど、あの切手が必要になるので、そちらをよろしくお願いします。です。アンケート書くの楽しかった、嬉しい、ありがとうございます。よかったら、タキワキのチェキ欲しいとか、タキワキのページよかったとか書いてもらえたら、またなんか表紙して欲しいアイドルさんはとかのところとかにもね、名前書いてもらえたらいつか叶うかもしれないので、はい、よろしくお願いしますぜひ
洋食です。洋食を一回ね、ファンの方のアンケートで私が初めて横浜の雑誌に掲載していただいたこともあったので、皆さんの力は大きいなと思います。ロブさん初見こんばんは。ケンケンパさんニコちゃんありがとうございます。 BPM170 の君めっちゃ好きだよってありがとうございます。はるかちゃんやったー、ありがとうございます。毎日ショコラアピールしてありがとうございます。マラソン雑誌もそうですね、マラソンの雑誌も掲載していただけたら嬉しいなと思います。ランナーズとか、ランナーズとか、ランナーズとかね。トモさんキュンキュンヘブンさん欲しい、ありがとうございます。そうですね、ラジオもまた、はい、出たいですね。トモさんキュンキュンキュンありがとうございます。チョウさん初見ありがとうございます。そうだね、なんで小声なの。ランナーズ出てみたいね。毎回買ってる。おお、ランナーズってアンケートとかあるのかな。もしアンケートとかあったら「キレキ証拠見てみたいです」とか書いてもらえたら嬉しいです。アリスちゃんキューありがとうございます。こんばんは、ユーピットさんありがとうございます。こんばんは、何なら釣れたらいいなと思ってた、チャームしてました。何なら何回かここ、ありがとうございます。まずはなんか存在を認知してもらえたら嬉しいなって思いますね。認知してもらわないとそもそもね、そもそも誰ですかって感じになっちゃうから。そしてその掲載できるように似合うアイドル、マラソンアイドルになれたらなと思いますね、うん。もう11時なんだね、始めるの遅かったね。明日は早いかな、何時だろう明日。でもきっと早いと思うから、ベイスターズの始球式もやりたいです。ベイスターズの始球式ね、ずっと夢。ひれちゃんキュンありがとうございます。明日もお昼起きです。ゆっくりだね、明日新潟ですよ。学校行くぐらいの時間と聞きました。そうなんだ、まあ人によるよね。バナナさん、ワンちゃんありがとうございます。ひれちゃんキュンキュンありがとうございます。私は学校は高校とかはだって6時半に家出てる時もあったし、もうちょいゆっくりの7時とか、7時半ってことないかな、7時半とかもあったと思うけど、人によるよね、学校によるよね。キットさんキュンキュンありがとうございます。小学校中学校だったらね8時ぐらい、あ、起きるのはもうちょっと早いのかな。あ、2時間ぐらい前に新潟着きました。おお、どうですか、寒いですか、雨降ってますか。このチャンネルでこれは4時に起きて13時に起きる、そう、びっくりした、4時には寝ない、なんか4時に寝たことはあるよ、多分1年ぐらいは4時に寝てないと思ってるけど、そして13時に起きるはやばい、
マジマジ。あ、モメント、モメント4時、4時か。まあ確かにモメントとか作ってたら4時とかあるのかな。年1回2回とかだと思うよ、4時とか。びっくりしたよ本当に。コラボの流行りは多く、いや、さあつんが私に多く見てって言って多く見てる感じです。しこちゃん5時起きとかのおばあちゃんの時もあったよ。15時起きはやばい、何するのって感じ。本当に。いのちさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。びっくりしちゃうね本当に。遅くても10時とかに起きる。うん、さすがに13時はやばい。体調悪くても13時に起きて、お昼までには起きてると思うな。いのちさん、バルーンありがとうございます。わかる、一日損した気分になる。わかるんよ、それそれなのよ、それなの本当に。やばいよね普通に。4時に寝てもさ、5時間睡眠とかで9時ぐらいには起きると思うな。9時とか10時までには起きると思うんだけどな。びっくりした、みんなそんななんだなと思って。いや次の日休みでも4時はないな、2時3時頑張っても寝ちゃう。私はいつでも眠いから。ヘブンさん、ニコちゃんありがとうございます。そういっぱい起きてた方が得した気分なら分かる、めっちゃ分かる。夜遊び楽しい。夜遊びってなんか言い方ね。私は YouTube 見、なんか一通り見終わったら寝ちゃうな、眠くなって、もう見るもんないやって。まあ夜勤の人は分かるよ、皆さんの夜勤の方は。それは夜勤だからじゃないですか。私たち夜勤じゃないんだが。びっくりしたよって話。話だよ。みんなは早く寝て早く起きようね。夜勤の方は別だけど。イコラムちゃんが夜勤してたら心配。だとしたらね、もしね夜勤してるとしたら、なんかもっとゆっくりだと思う。てかこんな時間にショールームでしないよね。今から寝よう、寝てください。まさまるさん、私ももうちょっとしたら寝ます。もうお風呂入ったし、歯磨いたし、あとはコンタクト外すだけ。やったね。あ、そう、ファンクラブのさブログ上がってましたね。待って、何のブログ書いたか忘れたんだけど。私何のブログ書いてました。もう結構前にさ提出したやつよ多分。ブログってどこで見んだ。え、なんか落ちたんだけど。え、オフショ、あ、ツアーのオフショット、ブログ、メンバーツアーのレッスンショットって書いてある。そうだそうだ、そうだ。1,2,3,4枚5枚載せてるので、写真よかったら見てください。ぜひ。お魚さん、ニコちゃんバルーンありがとうございます。写真、メンバーのオフショット、ツアーのレッスンのオフショット載せてるので
見てください。ちなみに今日もレッスンしましたよ、ちなむとブログコメントできないの？あ、じゃあさ、モーメントにさ、ブログ上がったよっていうのをさ載せるからさ、そこにリプコメントしてください。あ、でも普通にツイッターでもいいのかな、いや、わかんないなどうなの、どっちがいいですか、ツイッターの方がいい、普通にツイッター、モーメント使ってみる。まあ、モーメントを使ってみよう。これをカットしてみて、こうじゃん、乾燥消えちゃうからさ、ほんともう投稿消えたらコメント読めないけど、投稿消える前に私が読みます。ツイッターでも言います。でもモメント全然動かしてないからさ、モメントモメントモメント、こうして、ブログあげたよ、写真何枚か、載せてるので見てみてね。こうして見てみてね。コメントで感想聞かせてって感じ？こんな感じかな？ほんでどっから行くんだっけ？これね、ログインをするよ。最近全然上げてないから覚えてるかな。ログイン1個目完了、2個目、意外と覚えてる。うわあ、怖かな、多分合ってるはず。モーメント画像、画像です。よし、ぴょん、確認、投稿保存、投稿しました、多分投稿できたはずです。そぐまさん、初見こんばんは、ありがとうございます。ヘイブンさん、ワンちゃんありがとうございます、コメントするねっていっぱいありがとうございます。目が乾燥してる。よし、投稿できてますか？どこでモーメント見るの？モーメントマイクがなんか上げてるのよさうまし、あ、来てる来てる、見れた、見れました。谷川さん、キュンキュン、ありがとうございます。ひでちゃん、間違えた、ひでさん、かわいい、ありがとうございます。コメントは多分明日の移動中に見るかもすぐ反映はされないと思う、確か。なんかイコラブ、あ、違う、マラソンブログの時もそうだった気がするから、多分そんな感じだと思う。コ
メントしてきました、ありがとうございます。またすぐ見れるか見てみるね。うん、まだ見れないから、うん、直樹さんバルーン、ありがとうございます。ハートバルーン、ありがとうございます。いいねしてきました、ありがとうございます。ありがとうショコラ。ぜひ見てくださいブログ、見てね。寝る前に書きます、ありがとうございます。嬉しみ嬉しみましょうか。リード終わらない、せーの、スイーツワンフォーエバー、サクッと恋してあーりー、モーメント更新って忘れてたまりそうだよ。モーメント更新忘れちゃう、忘れてまう。明日8列目から見てるね、あーありがとうございます。黄色とオレンジよかったら振ってください。レーレーレイノルドさん、レイノルドさん、ビーナーありがとうございます。モーメント通知なんないから見逃しそうで怖い、わかるわかるよ、これ誰か見てるかなってなる。モーメントしたことをツイートしなきゃいけなくなっちゃうね。モーメントしたよって。多分何個か見逃したと思います。あら、でも最近ね、やってないんだよね。確かに、モーメント通知機能ね、欲しいよね。わかる。わかる。わかるよ。私何時からやってましたっけ？半ぐらいからやってるかな。最近やってないなら見逃してないかも。最近やってなかった。あ、28から、ありがとうございます。モメント、でもなんかモメントあげたらさ、モメントの話題になったりするからさ、ルーム、このルームとかが、だからね、多分大丈夫だと思う。ねえねえ、ニキビできた。ニキビ報告。ニキビできた。明日の髪型決まってないです。1ミリも決まってない。これかこれかっていう感じでもない。何にも決めてない、やばい、何も思いつかない。小声だったかな。ちゃんだよ、何もセットしなかったらこれですよ、ストレートおろしです。キャイン。これでライブいきますか。前髪はお風呂入った後にちょっと巻きました。で、眉毛描いてないからパッツンにしました。いつもより温度高め、全然低めです。温まる前に、アイロンが温まる前に巻いて閉じました。こっちはアイロンかけてないです。まだスカールしって言った。何も決めてない、決めてないっていうか、なんか何も思いつかなくて、どうしようかしらってなってる。どうしようかしらってなってるよ。ストレート、どうか開いたらいるのかな、誰も知らない街、あ、何やってないっけ、わかる、そうなるよね。今半分ぐらい、18公演中9公演終わったって言ってた気がする、誰か。半分です、ちょうど。
作のしょこちゃんダンス本当好きやった。大阪で折り返し。そうね、大阪終わって折り返しだね。新潟のお土産、新潟食べたいな。たらら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 ら。前半お疲れ様、ありがとうございます。早かった、結構結構早かったですね。桜咲くとは聞こえ新潟、新潟で食べたい。新潟の何かを食べたい。お米、2キロのお米買おうかしらどこでも買えるんじゃないかな。新潟で秋田小町食べてみてそれは大丈夫なんですか、やって平気なことですか福岡楽しみすぎて仕事頑張れてる。ああ、嬉しい、頑張ってください。福岡楽しみにしてます。私も新潟といえばお米。そうだね、新潟といえばお米なんだな。私も、私も何があるかな、楽屋に。私は結構楽しみにしてる。でも毎回さ、なんかハードルが上がってそう、あのスタッフさんの気持ちが。何、わかるかな、なんて言うんだ日本語難しいな。あの、うわやばい、今回これにしちゃったから前回どうしようみたいなになってそう。わかんないけど、私だったらなっちゃう一発で北海道で海鮮丼だったからはどうしようみたいな、わ川崎とかどうしようってなってたらあるかもしんないよまあ私は期待してる。初めての新潟なので、初めての北海道と初めての新潟クリアできました。まだ新潟行ってないから、できましたじゃないねおいしょ、楽しみにして。ごめんね、川崎市だってさ、川崎ってさ全然東京に近いじゃん。いや逆に東京が一番むずいと思うけどね、東京土産みたいな東京バナナ置いてあるかなみたいなねえ何だろうって楽しみにしてます私は。やっぱり地方行ったらね、てか初めてのとこだから楽しみにしちゃうよね炊飯器置いてあるの、シンプルに。でもなんだっけ、どこだっけな、え、北海道だっけ、ホッキ貝カレーがあった、カレーがあったの、すごくない、炊飯器となんかお鍋みたいなのがあって、すごくない、食べました嬉しかった。だからワンチャン炊飯器はありえるよ大津さん、花束ありがとうございます。ホッキ貝が有名なんだと思った。でもなんかホッキって分かんなくて、ずっとホッケって思ってた、ホッケホッケ言ってた今日魚よってなった。おーちゃん、ワンちゃん、ありがとうございます。コメントしよう、いや嬉しいよ、私あの塩むすび大好きだからチケさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。くしゃみでそう、あー出ない、あー出なかった。
は居酒屋のイメージ。そうなんだ、似てるよね。やばい、お腹空いてきた。待って、コメント見ずにさ、普通にお腹空いてきたって言った。お腹空いてきたってコメント見つけた。お腹空きました。お腹空いてくるよね、みんなも。定期だよ、もう30分だ。そろそろ終わろうかしら。私も明日多分早いと思うのでね。だから寝ようかしらって思ったりしてるよ。すがしかさん、かわいい、ありがとうございます。ということで、じゃあ32分になったらランキング読もうかなと思います。中途半端、もう30分になるなって思ったから明日の元気蓄えときます。ゆっくりエネルギーチャージしますっていうか、アラームかけます、ちゃんと体調一番だね。そうだね、体調一番、電話は二番、三時のやつは文明堂。チピチピさん、アンダルマー、ありがとうございます。4時まで起きないですよ。そりゃそりゃもうね。それはそれはまぶしくて綺麗でした。パステルでビビッとな、初めてのこの気持ちはきっと。13時に起きたらもうアウトなんよね、完全に。完全にアウトなのよ。目覚ましは最近使うようになりました、ここ何ヶ月かくらい。うん、32分ありがとうございます。ということで、じゃあランキングを読みたいと思います。ランキングタイム。13位、ともさん。12位、間違えた、いのちさん。11位、おうちさん。10位、バンダナさん。9位、お魚さん。8位、人生じいちゃん。7位、直樹さん。6位、マサさん。5位、あきららさん。4位、ヘイブンさん。3位、みやひろさん。2位、ポールさん。1位、ひろしさんです、ありがとうございます。2列目、アリスちゃん、トッシンさん、ケンケンパさん、クロさん、ハマユーさん、ヒデちゃん、トラッシュさん、ハラディさん、ワッフさん、ヒラワタさん、キソバさん、ゴンタさん、FJ さん、フィズニャンさん、シンヤさん、リレンズさん、チサキさん、ミヤさん、ヒロさん、メリダさん、ペンタさん、チビタンクさんです、ありがとうございます。ありがとうございます。2914人の方来てくださいました、ありがとうございます。たくさんの星泣き、たくさんのギフト、たくさんのコメント、ありがとうございます。そしてありが、ひろしさん、ありが、お花バルーン、ありがとうございます。タワー2本分。そして、みやひろさん、ありがとうバルーン。くまちゃん乗っててかわいい、ありがとうございます。そして、ポールさん、ありがバルーンタワー、ありがとうございます。本当に本当にありがとうございます。新しいギフト、とてもかわいいです。皆様ギフトありがとうございました。ということで、明日は新潟でーす。ツアーで新潟に回る、新潟を回ることができて、とても嬉しいでございます。初めての新潟上陸なので、はい、楽しみたいと思います。ということで、明日お会いする方は一緒に楽しみましょう。ありがとうございました。おやすみなさーい、感謝、バイバーイ。おやしょこ。